ウースター級軽巡洋艦。ウースター級軽巡洋艦は、アメリカ海軍の軽巡洋艦の艦級。第二次世界大戦中に4隻が計画されたが、ウースター、ロアノークの実が戦後に完成し、残りはキャンセルされた。主武装は15.2センチメートル47、後継両用砲、連装6機。第二次世界大戦では、 防空巡洋艦という艦種が著しく発展したが、さらに高々度飛行可能な陸上重爆撃機や、対艦ミサイルの迎撃を起とした大型、長射程の対空砲の必要性が認識された。合衆国海軍では、巡洋艦用の自動装填装置を備えた、即射砲として、デモイン90巡洋艦に搭載された55口径8インチ隊。 艦報 MK16 と同時期に47口径6インチ療養砲 MK16 の開発が行われ、艦船局はこの新型広角砲の搭載を中心として新型防空巡洋艦を開発した。これが CL-144 ウースター級系巡洋艦である。本級はアトランタ級防空系巡洋艦を大型化し、さらに対空、 対水上砲撃能力を持つ新型6インチ療養自動砲を手法として搭載したクラスとして設計が行われた。元々の計画はクリーブランド級とその改良型であるファーゴ級並みの船体サイズのものであったが結果的に手法投稿術の理由によりはるかに大重量の艦となった。設計は1942年5月13日に要求仕様が出され、 感染局によって正式に計画がスタートした。この過程で10種類の異なった計画案が出され、最終的に第10案を変更した設計となったが、その上で本級はいくつかの必要な性能を満たすことが要求された。すなわち、巡洋艦としての船体と水上目標のみならず航空機に対しても対処可能な火力に駆逐艦並みの速力と機動性の融合であり、 彼女らは、第二次世界大戦の戦空の多くを具現化した、強力な対空、対水上戦闘用の巡洋艦として完成した。その能力は、偵察任務の実施、駆逐艦戦隊の共同、そしてほぼ全天候下での海上展開等、多様な運用を可能とした。また、遠洋航海向けの多大な燃料の搭載とそれに、伴う戦隊の大型化を、多艦に追随するだけの速力。 迅速な機動性と両立させることに成功した。加えて、時間手法の砲撃に対する十分な装甲防御を備え、さらに、敵巡洋艦をアウトレンジ砲撃可能、かつ、大規模空襲を迎撃する十分な性能の手法を搭載している。収益時のウースター級の船体は、排水量約14000トン、全長207メートル、全幅21.6。 喫水7.9フィート。最高速力33ロット。当初の乗員定数1,070名。設計段階で、本級は、モデルとなったアトランタ級よりも、約8,000トン、クリーブランド級と比較しても約4,000トン大型化し、軽巡洋艦でありながら従順である、ボルチモア級並みになることが判明た。主砲等の大型化と強化された防御。 そして潜空を元にしたが安定な船体構造のせいで、本級の満載排水量は約1万8000トンにまで迫り、同時期の従順洋艦並みの12万5000馬力もの機関出力が必要とされた。出力の強化は、戦時下に対空火機その他を満載した合衆国海軍の軽巡洋艦の速力が当初予期、されていたよりも遅かったことが判明したため、 空母直江艦としての定位置を維持するに足る速力が必要とさたからである。手法は前述の通り47口径6インチ両用砲 MK16 である。これは6インチ砲として初めて対空・対水上射撃の両立が可能となった自動砲で合衆国艦艇で唯一この砲が搭載された本級は連装砲塔で元12門装備した。 在来型合衆国系順に、対空用として装備されてきた38口径5インチ療養砲のような複砲はなく、12門の6インチ手法がそのまま、療養砲として使用できることは射撃式の単純化に大きく寄与した。一番艦ウースターの収益時には3インチ砲は装備されておらず、試験公開時には6機の20ミリ機銃座のみが装備された。1949年初頭。 フィラデルフィア海軍造船所でようやくウースターに50、合計3インチ療養砲 MK33、34が搭載された。これに伴い、20ミリ機銃座は撤去された。第2次大戦中の日本軍の特攻対策として、能力不足が指摘された、ボォース40ミリメートル機関砲の代替を目的に、開発された、この3インチ砲は駐車艇での防空を担当し、 毎分約約45発の発射速度を誇る新型速射砲である。ウースター級はこの連装タイプである MK33 を左右両弦にそれぞれ5機、艦首に1機搭載、さらに単装タイプの MK34 を艦尾のバルジ両弦に1機ずつ装し、合計で連装11機単装2機24門の3インチ砲を備えていた。防御面では 大型化したことによって全球であるクリーブランド級、ファーゴ級よりも主砲棒立てや、甲板防御が強化されている。原則走行は 76.2mm から最大 127mm、甲板走行が最大で 88.9mm の厚さを持つ。主砲塔の棒立ては 50.8mm から、 最大で 165.1mm、バーベット部は 127mm の装甲が施された。司令塔の防御装甲は 114.3mm である。収益時には捜索レーダーとしてメインマストに SR2、SG6 を搭載し、後部煙突正面のマストに SR6 を、後部マストに SP1 を設置した。SR2 レーダーのアンテナは、 直径1.5インチの硬質な同軸ケーブルでできており、セラミック製ドーナツ型スペーサーで支えられた0.25インチの中心胴体を持っていた。が、あまり有効なレーダーではなかったようで、最終的に、後部煙突前の SR6 レーダーと交換で撤去されている。射撃管制レーダーは、対空戦闘における文化射撃に適するようかく、砲塔ごとに設置され、 合計19機搭載された。航空偽装として水蒸気を運用するためのクレーンが、艦備に搭載されたが、戦後収益の艦艇である、本級では、水蒸気よりも主に、シコルスキー砲 3S などのヘリコプターが運用された。実際に、ウースターの関西ヘリは朝鮮戦争時に近海に富士、岸田パイロットの救助作業に活躍している。艦備に、 航空兵装が集中しているのは、第二次大戦の戦訓により、航空用ガソリン等の火災をひるためである。本級の建造は10隻が、ニューヨーク造船所に割り当てられたが、太平洋戦争の終結とともに1945年1月1番艦 CL-144 ウスターと、同年5月2番艦 CL-145 ロアノークの2隻が寄港されただけにとどまり、 残りの8隻は同年3月にキャンセルされた。2隻だけ建造されたウースターとロアノークは1948年と1949年に収益し、1958年には退役してモズボール処理がなされた。戦後に完成したウースター級は自動装填型療養法を手法とした革新的な軽巡洋艦であったにもかかわらず、 収益時点ですでに旧式化していた。ジェット化による航空機のスピードの増大、小型、俊敏な戦闘爆撃機の一般化に伴い、大口径の自動砲は、対空兵器として能力不足とされ、自国の艦隊を空襲から守るには、艦隊空ミサイルや小口径砲砲がより適している、ことが判明したからである。また、戦隊設計の面では、 大型化を避ける意図で海面から低く設計された管源は、甲板が波浪の影響を受けやすいとされ、設計思想、装備、運用、運用、収益時期も踏まえ非常に失敗した巡洋艦のクラスである。本級は、デモン級のように障害を引き伸ばすにたる、複時的な任務を乱すことができなかったが、唯一朝鮮戦争で、空母任務部隊の護衛と上陸部隊の支援砲撃に、 従事することができた。本級は艦砲を渋そうとした最後の軽巡洋艦であり、次世代の巡洋艦は誘導ミサイルを主兵装とすることになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。